日本放送古山紗友希 K トラックス、東京有楽町日本放送からお送りしている古山紗友希 K トラックス。この時間はスタジオにスペシャルゲストがやってきてくれました。カラのニコルさんです。カラのニコルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニコルさん今日は単独です。はい、単独です。はい、以前カラのメンバーと一緒にね来てくださいました、ね、来てくださって、はい、私の時間ですね。はい、今日は喋ってもらいますよ。はい、ソロでニューシングルセルフィッシュをリリースされたということで、リリースイベントの後この日本放送に駆けつけてくださいました。はい、ありがとうございます。すいません本当に呼んでくれてありがとうございます。まあリリースイベントをやってもファンの皆さんとねコミュニケーション外にされたと思いますけど、うん、いかがでした？あ、すごく楽しかったんですよ。 やっぱりなんか7年ぶりだったんですけど、うん、大阪先に、一番最初でした、うん、でちょっと緊張しましたけど、うん、今日はなんか全然緊張というよりなんかすごく懐かしい顔もいっぱいいて、うん、でも新しいなんか初めて会った、ファンもいてて、うん、でもすごく楽しかったんです。あ、新しいファンがもうできているってすごいね。そうですね、なんか新しいファンもいてて、でそれかなんか小学生の時ファンだったけど今はなんか22歳でとか23歳になって、まあ、なんか来られることになったってこととか、まあ、そういうファンの皆さんもいました。そうかそうか、まあ、それだけねあの長いキャリアを誇って、そして、まあ、昨年は12月にカラ全員でスタジオに来てもらいましたけれども、はい、やっぱりあのカラでの久方ぶりの久々の活動があったから、そうですね、ソロ活動をするにあたってやっぱりパワーもいっぱいもらったでしょ。そうですね、カラの活動でもやっぱりみんな、久しぶりに来て、うん、すごくみんなが私たちのことを覚えてくれてるって感じて、うん、番組で解けてとか、あ、なんかそれもあったんですね。なんかミュージックステーションシュポライブで、うん、私転んじゃって、あ、見た見た、で見ました。ステージから寝ろんじゃ、寝ろんじゃまで。降りるときね。降りたときに、ティッタで流行ってます、ニコール大丈夫かって。そうそうそう。で、なんか、うわーって、ちゃんと打ってたんだと思ってて、うん、でもそこまでみんながすごくうちのパフォーマンスに興味持ってたってことだし、うん、それとなんか、まあ、興味持ってて、心配してくれて、見てくれたってことだし、すごく嬉しかったです。なんか、ちょっと恥ずかしかったけど。しゃべくりにも出てたし、そうですね、ヨシキさんとも会ったりとかね。そうですね、ヨシキさん、さんのワインももらって、あ、例のワインを、あのワインももらってすごく大切にして、もう韓国に持って、帰りましたけど、私はまだ飲んでないんです。飲めないですね。飲めないよね。飲めないんですよ、もったいなくて。なんかワインセラーの一番上になんか大切に今セラリンしてます。そうなんだ。一番、一番上が一番大切とか、なんか高いと前のお寺にしてるんですけど、はい、すぐ一番上にバーッとしてて、あ、気になるんですけど、飲めない。もう他のメンバーが自分のを開けたら、うん、私のじゃなくて、まあ、すぐ家に行くわ、私も読んでってことですね。私のはセラーの上に置いとくからみたいなね。取っとくから、うん、取っとくから、そうそう。いや、面白いね。まあ、こういうところがね、ニコルさんの面白さでもありますけども。うん、さあ、ソロの活動で言うとね、3月にミステリアスで、カムバックしまして、はい。そうですね。ちょうど僕皆さんと仕事した時に、ファンミーティングがあった時にね。そうですね。ニコルさんが韓国でカムバックする直前に仕事したから、はいはい、このミステリアスの話して、いや、どんなんなのって言ったら、もうビジュアルのイメージだけ見せてもらって、どうでした？いや、見た時には、あの時にいろいろ説明してくれてたじゃないですか、はいはい、あ、なるほどって、やっぱりこう新しい音を取り入れながら、これまでのニコルさんのソロ活動のちゃんとベースを入れて、うん、新しいことにチャレンジしてるっていうのを感じました。あ、そうですか、うん、なんかすごく最初の時はみんなすごくびっくりしたファンもいっぱいいてたし、うん、なんかイメチェンジか、うんうん、なんか世界観とか、ミステリスって曲はすごくコンセプチュアルでした、うんうんうん、なんかアリス・イン・ワンダーランドの、うん、クイーン・オブ・ハーツ、ハートのクイーン、はい、ハートのクイーンのコンセプトでした、はい、ですごくなんかクレイジーな感じもあるし、うん、でもなんかすごくもう突破的、突発的なね、うん、なんかそういうコンセプトでしてだったので、うん、挑戦でしたよね。うん、でも本当に新しい挑戦をしながらも、しっかりとちゃんとファンが喜んでくれることをやってくれてるっていうところが、そうなんですよ、うまいなと思いながらね見てましたけれども、さ、そして今回は日本で
ついにニューシングルリリースと。そうですよ。でまたメジャーからのねリリースということになりましたけれども、はい、今回オリジナル楽曲です。そうです。はい、セルフィッシュでカムバックいたしましたけど、今回の曲はどうなんですかね、ニコルさん的に。これまあ自己中心的というか自己愛っていう感じの、ね、まあテーマじゃないですか。そうですね、 R&B ナンバーで、うん、なんか90年代のちょっと香りが込めてる曲なんですけど、うん、シティポップみたいな、うん、私ももともとからシティポップが大好きで、うん、この曲すごく好きで、まあシティポップをいよいよできる日が来たねって感じでした、うん、はい。なんかすごくこうアーバンなね。そうですね、都会的なね、うん、感じが大人の香りもしてね。そうなんですよ、はい、すごく素敵ですよね、うん、おじさんの心に刺さりまくりましたよおばさんの心にも刺さりまくってますでも若い人たちにはこの辺りの音って今すっごく新鮮じゃないですか。まあ多分それがちょっと、うん、そうですね、なんかシティポップの香りとかもなんか慣れてる、うん、慣れてるだし、でも今の時代にはなんかちょっとんなんかちょっと古いって感じるかもしれないんですけど、うん、なの新鮮ですね。でもそれが逆に新しい、逆になんか、うん、なんかレトロって感じですから、はい、でそれをどうやってなんかちょっとレトロの感じを見せながら、うん、トレンディーな感じも、うん、再臨だ、うんうんうん、あの込めるっていうね、込めるかがちょっと悩みでしたよね、うん、だからあの韓国のカムバックとはまたちょっと ね、 そうですね、色の違ったニコルさんの姿を、ね、聞かせて見せてくれるっていう、うん、そんな感じの一曲になっておりますけども、でこの番組が放送されている今日はですね、はい、大阪で1年ぶりのファンミーティングが、うん、まさに、まあ、開催ちょうど終わった頃じゃないかなと、そうですね、いう感じですけれども、うん、やっぱりファンミーティングをすることによって、うん、まあ、ファンの皆さんとこういろんなコミュニケーション取れると思うんだけど、やっぱこう、フルでライブやりたい気持ちもどっかにあるでしょう。ワンマンライブ。まあ、久しぶりにそうしたいんですよね。うん、でも、ああ、だから、最近、私も年取ってるなと感じて、いや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 なんかやっぱり20代の時と10代の時の全部比べたら、なんかすごく感じてきて、さっき、タワーレコードで、うん、うちのマネージャーがなんか、写真を見つけたって、なんかすごくなんか不思議な写真を見つけて、おうおう、で、なんか私の25歳と24歳、Something Special と Don't Stop のタワーレコード写真でした。でもなんかそこまでは全然大丈夫でした。でもいきなりその写真を見ながら、うん、この時代はこの色でしたよね、この写真って。なんかそんな風に言わないでよ時代ってなんかわかりますか、わかるわかる、時代ね、時代ってなんでこの時代はこの時代はこういう写真こういう色だったよね、なんかそんな風に言わないでよ複雑な感情がいきなり感じて、なんかそんな風に言わないでよと思っててまさかしかもタワーレコードそんな写真と出会うなんてね、いやでもまたね、このセルフィッシュのジャケット写真とか宣材写真が後々のニコルさんの活動を振り返った時に、いやーこの時代はって言うかどうかわかんないけど、わかんないけど時代ってわかんないけどね、だけどいやこれはこれすごくこう、あ、自分にとっていい音楽ができた時だったなって思えるんじゃないかな、うん、あ、なんか今回のセルフィッシュは本当にちょっと成長した感じをちゃんと見せてすごく満足してます、うん、なんか女性らしさとか、うんうん、ちゃんと、うん、それが込めてる。そうだね、うん、本当にそう思います。なんか女性の私から見ても素敵な女性、大人の女性っていう感じがします、はい、なんかあの洗練っていう感じかな、うん、そうですね、うん、洗練された感じ、ね、さあそれではですね、その話題の一曲聞いていただきたいと思いますので、はい、せっかくですからニコルさんから曲紹介をしてもらっていいですか。はい、はい、聞いてください、ニコルのセルフィッシュです。Now I'm here with you, yeah, 目を覚ます。
I'm waiting for you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. まだ何か迷っているの？今週リリースされたニコルさんのニューシングル Selfish、 まあ自己愛というか、ご自身のことが分かってるからこそこういう風に見せたらどうだろうっていうことがよく分かるね、曲に仕上がっておりましたね。はい、さあ CM の後もニコルさんにいろいろとお話を伺っていきます。日本放送古山紗友希 K トラックス、東京有楽町日本放送からお送りしている古山紗友希 K トラックス、今日のゲストはニコルさんをお迎えしております。はい、ニコルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、事前にあのニコルさん番組に来ますよというふうに告知したところ、さすがスーパースターですね。もう質問いっぱい来て、そう、本当にたくさんいただきました。はい、選ぶの大変でした。はい、ちょっと時間のある限りで、okay。 はい、まずは東京都のラジオネームトランプさんという方からいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ニコルさんが最近一番テンションが上がったことを教えてください。あ、昨日、お、昨日、昨日サムギョプサルとハイボール飲みました。サムギョプサルとハイボール、はい、なんか、今回なんかちょっとスケジュール移動がいっぱいあってて、でもう、スケジュール終わってて、なんかすごく悩みました。このまま、戻るかどうか。うんうん、で、やっぱり、なんかちゃんとご飯なんか、レストランに行って、食べてなんかで、テイクアウトじゃなくて、幸せでした。本当に幸せ。めっちゃ幸せそうな顔してるよ。そしてこの方はですね、鹿児島県のラジオネームセイカさん、ね、ありがとうございます。はい、新曲セルフィッシュ、はい、これまでになかったような大人の雰囲気を感じる曲ですね。はい、繰り返し何度も何度もたくさん聞いてます。セルフィッシュは自己愛がテーマになってますが、うん、ニコルちゃんは自分のどんなところが好きですか？自分の好きなところを教えてください。まあ好きだけど好きじゃないですね。同時に、うん、それでもなんか他の人をそのままで理解しようとしてるの、うん、はあ、うん、just the way you are ですか。そうですね、そのままそのままなんかこの人はまあそういう性格だからね、そのまあそれを理解するしかないだねでとか、ずっとそのままで受け入れよとします、うん、でもなんかこれはなんかちょっと年取ってって感じたんですけど、うん、ずっとそのまま受け入れようとするのもいいことかな、いいことじゃないかもっても、うん、なんか思いました。それが長所じゃ短所見せていけたらせんがトリトラゴよ、長所でもあり短所でもあるっていうね、うん、なんかずっとなんかけずかむさぐいすにか、あ、ね、だか結局ねずっとそれを続けるっていう、なるほどね、なんか、まあ、理解するしかないじゃん、理解するしかないじゃんってとか、なんか悪いところまで、うん、そうしちゃうから、うん、なるほどね。
だからそのいいところも悪いところも含めてそれでいいのかってこう自問自答しながら自分の良さでもあるんじゃないのかなというふうには感じていると、うんうん、ちょっといきなり深く返事しちゃいましたね。いや、いいね、いいね。そういう質問ですか。そうです、そうです。なんか、ニコルさんのね、等身大、そのままを今、お話ししてくださってね。深いところ。いい話ですよね。はい、そうか、そうか。人のすべてを受け入れるっていうのはできそうでできないことだから、ね、なかなか、ね。自分も辛くなってきちゃいますもんね。そう、わかるわ、うん。うん、ありがとうございます。愛知県のラジオネーム、タルさんからいただきました。ありがとうございます。ニコルオンニのモーニングルーティーンとナイトルーティーンを教えてください。モーニングルーティーンは、うん、とりあえず起きたすぐ、まあ、歯磨いて、顔も洗って、またベッドに行きます。ちょっと待って、ちょっと待って。起きて、歯磨いて顔洗って、またベッド行くの？なんかそれでも始まったから。始まったんだ。なんとかはやったね。うん、あまあ休みの日だったら、はいはいはい、休みの日だったら、うん、なんかずっと何も洗ってないとなんかちょっと面倒くさがってる人みたいだから、なんとかでも始まったし、まあまたちょっとゴロゴロ戻しようかなってなってて、でもなんか休み日はすごくゴロゴロするのが好きです今は。それがまあモーニングルーティーン、お休みのね、はい。ナイトルーティーンはどうなの？ナイトルーティーンはスケジュール終わった、うんと、うんうん、すぐシャワーします。お家に帰ってきたらできればシャワー浴びててなんか全部クリーンになって、おあとご飯食べてなんか余裕を持つのが好きで、それでもし、もうシャワーしてたと、うん、誰かがもしなんか出てくな一緒に遊ぼうでとか電話、うん、うん、ノーなっちゃいます。の、もう出たくない。出たくないってなる可能性高いです。もし、ニコルさん、もしね、そんな時にメンバーから、ヨシキさんからもらったワイン開けたんだけど、来るって。あそこは行ける。そこは行くんだ。そこは行ける。そこは行っちゃうんだ。おかしいよね。本当にありがとうございます。うん、もうあっという間ですよ。もう時間来ちゃいました。早いね。はい、他にも本当たくさん質問来てたのでありがとうございました。ありがとうございます、送ってくれて嬉しい、ね、この後のエンディングもニコルさんにお付き合いいただきます。はい、日本放送からお送りしてまいりました古山彩希Kトラックス、あっという間にエンディングです。もう楽しすぎて時間が早い。早いよね、からのニコルさんをお迎えいたしましたけど、今日はねソロで来ていただきました、ね、新曲セルフィッシュのご紹介もありましたけれども、いかがでしたか今日は。はい、今日すごく楽しかったですよ。なんか久しぶり何ヶ月ぶりに古山さんにも会ってて、はい、やっぱり付き合い時間が長くて、うん、もう私はそう考えてますけど。いや、本当何それ、僕もそう思ってますよ。私はそう考えてます。カムサンニだ、本当にありがとうございます。でいつもなんか会うたびにすごくパンがったパンが嬉しいし、はい、会えて嬉しいし、今日もなんか今日のラディオはなんかちょっとプレッシャーがあんまりそこまでじゃなかった、はい、なんか日本語で喋っても古谷さんが、そうですね、古谷さんと会うと、はい、それすごく嬉しかったんですよ。あ、よかったですね、嬉しい、ね、優しい日本の、はい、おっぱ。いいです、言ってください。アッパです、アッパです。はい、お父さんです、はい、おとあの違い、そうですね、ちょっと私も気を使っておっぱって言ったんですけど、はい、アッパでよかったです。おとあ大違いですからね、はい、お兄さんとお父さんですからね。そうですね、はい、怖いですね。じゃあ今日から、はい、アッパで、アッパで、はい、いやでも本当にね来ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。またねいらしてください。呼んでください、はい、今度も、またねソロ活動もあるでしょうし、う、ね、グループ活動もねあるかもしれません。楽しみにしています、はい、今日の放送の感想、曲のリクエストお待ちしてますよ、うん、メールアドレスは kt@1242.com kt@1242.com です。そして、カラーが日本でブレイクした時のエピソード、はい、179ページから書いてあります古谷さんのご著書 K-POP バックステージパスも、ぜひ僕が本を出したんですよ。あ、そうなんですか。はい、でカラがねいかにすごい存在だったかっていうことを書いて、はい、そうなんですか。見出しがカラって書いてある。そうなんです。おお、はい、カラの見出しなんですよ。本当に感動的な。あ、ハンチャルボディルクに感動した。
じゃあ後で漢字読めないから分かんないなんか残念です。なんかすごい気になるんですけど何を書いてたか今のあの言い方の表情を真似てみましたけど本当似てました。漢字が分かんない私が読んで差し上げますので、はい、いやありがとうございます。次回放送来週日曜日5月21日皆さんからのリクエストはもちろんボーイズグループ ABC6 からのコメントもご紹介していきますので来週もぜひお聞きください、はい、ということでニコルさんまたぜひいらっしゃってください。読んでください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は広田美由紀と古谷正之とそしてニコルでした。